初めて戦国無双2を遊ぶアキミロです。はい、今回から遊んでいくゲームは戦国無双 2PS 版です。では早速やっていきましょう。遊んでいくモードは無双演武ですね。真田幸村、明智光秀、お市、徳川家康、石田三成、立花、これなんだっけな、銀千代でしたっけなんて名前だったっけな。風魔の小太郎ですね、風魔小太郎が最初から選べるキャラクターのようです。一応ね、無印の戦国無双と無印の猛将伝のデータがあるといきなりキャラが増やせるみたいだったんですけど、今回はあえて読み込みませんでした。で、今回どのキャラで遊んでいくかなんですけど、まあ2からね、追加されたキャラの中から選びたいかなと思ってます。ただ無印猛将伝の時にね、本田忠勝やったんで徳川家康のシナリオはいいかなって思ってるのと、無印戦国無双では真田幸村でやったんで、そうですね、豊臣秀吉に仕えていたはずの石田三成でやってみようと思います。まあクズどもには負けんよ。クズどもとか言ってますねなかなか激しい言葉遣いだな。で、今回なんですけど、さっきから話してる無印戦国無双と無印猛将伝の時はいきなり難しいでちょっとヒーヒーながらやってたんですけど、やっぱり HP をね、瀕死にして赤ゲージ無双で戦うっていうのが鉄板になっちゃってて、なんか普通にやったらどんな感じなのか気になったんで、今回はあえて普通でやってみます。なんだこれ、よろずやとかあるけどアイテムかなんか買えるってこと。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。このお店は今日開店なんです。今後ともご贔屓に。お金ありません、ゼロ両。あー、でもこれでなんか付加効果とかをつけられるみたいですね。技能習得とかもなんかステージクリアした時に成長させるとかじゃなくて、このよろずやでやるみたいですね。なんだ、小西マリアさんで軍馬購入。あー、栗毛の馬は初めから持ってるんですね。ありがとうございました。とりあえずまたお越しください。ここで本来は装備を整えると。あ、そうそう、見損ねたんですけど、ここの時に三角ボタンでアクション確認できるんですけど、特殊技1、罠を設置する、特殊技に設置した罠を起動させるみたいのもあるんで、なんか特殊アクションもあるみたいですね。三成は罠。まあクズどもには負けんよ。自分がクズにならないように頑張ります。ではまず山崎の戦い、こちらからやっていきます。てれれー、石田三成の勝。もう秀吉か、先頭にいるのは。特徴あるね、兜。急げ、大返しや。お、三成も来た。パカランパカランパカラン。まあ疲れてるかめっちゃ歯入ってますけど。おー、うまがー、戻らなかった。三成読んでた。すまん三成、信長様の仇必ず討つんじゃ。あ、これ明智光秀が信長を暗殺と言っていいのかな、した後のタイミングなんだ。石田三成は秀吉の幕僚である。補給に優れ秀吉の迅速な行軍は三成あってのことだった。天正10年、秀吉の主織田信長は明智光秀に謀反され、天下を目前にしながら本能寺に倒れた。秀吉は信長の仇光秀を討つべく西国攻略から大返しに軍を反転した。決戦の地山崎に急ぐ秀吉の傍らには三成の姿があった。いやー、許せんな光秀。信長の仇を討った者、それが次の天下人となる。第1話、山崎の戦い。全てはリーダー。おお、なんか BGM がすごいポンポンポンってなんかノリノリですねこれなんか戦闘前の準備とは思えんぐらいにテンポがいい。
勝利条件は明智光秀の撃破ですね。異自宅、まあ、武器とかはね最初のデータで何もないんで改良がありません。ちょ、義とか装備中になってるけど、ここでさっきのよろず屋で買っていけば増えて装備できるってことか。で、護衛武将は雄三寺高信、藤林長門、小少将と3人いますね。まあちょっと1ステージごとに変えていこうかな。最初は龍造寺高信さん、あなたでお願いします。ルンバーはあれ持ってない。あれ振りゲー持ってなかった、さっき見た時。気のせいか。武将はこんな感じですね。あ、ネネがいる。加藤清正もいるけどまだ顔がない。なるほどね。あ、福島正則もいるじゃん。でも顔がない。モブ顔だ。サイガマーゴイチは顔割りですね。アクション詳細まだ初めはこれしかないんだ。罠が四角、 R1 と四角かで、発動が R1 と三角ね。よっしゃ、信長様の敵討ちだ。光秀の首必ず取るぞ。取るぞ。家長、本陣は任せた。しっかり守れや。天王山を目指せ。よっしゃ。譲れません。誰のためでもなく、あのお方のため。お方のため、信長様のこと。結構武装ってね、なんかオリジナルの動機とかを入れてくるから、なんか光秀も事情があって信長を倒したみたいな感じなんですかね。全軍急ぎ天王山を抑えるのです。オリジナルと言いましたけどね、まあ、本当のことは誰もわからないんで何とも言えないですよね。全てにおいて優劣は決していない。秀吉様の勝利は当たり前の通りだよ。信長その攻撃私は背負わねばならないのです。三秀が実はやったわけじゃないのか。これ明智光秀ストーリーも気になりますね、正直。お、武将発見でーす。松田正近でいいのかな。うわー、ちなみにただの三角ボタンはなんか尻みたいの出してるな。なんだ、痛い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 。ちょっと張り手やめて。ていうかちょっと待った、これ本当に普通か。難易度普通でも結構 HP 減らされたぜ。2回からのは1、2、うい、頭プスッと。あ、防御力アップだ。武将がいる。尋常に勝負。勝負。やっぱね、1、2、3からの吹っ飛ばしがいいな、敵が多いと。あー、でもやっぱ普通だ。結構早く敵のライフ減らせてる。やっぱいきなり難しいでやるとね、こんな簡単に武将倒せないですからね。いやー、楽勝楽勝。お主の分、あやかりたいものじゃ。今もらっと。昇龍寺を攻めるぞ。明智の大老探索じゃ。探索じゃ。武将発見。いやー、マジで余裕なんすけど。何この普通の弱さ。ブルルンブルルン。もう終わりか。弱い敵将だ。本当だよ。いきなりはわしの誇りじゃ。期待しとるぞ。任せといて。そう簡単には。今です。上がりなさい。別にでも頑張ってるけど、あー無理だ。いかんせんこっちが強すぎる。天王山はすでに我らが得た。敵もとろいもの。本当ですよ。天王山、我らのものぞ。つついけ家臣シマサコン、次によって秀吉殿にお味方申す。おー、サコン来た。つついにも物の見える男がおるな、三成。はい、使える駒と見受けます。駒なんて、三成らしい表現だな。天王山へ兵を送れ。明智に天王山を渡すわけにはいかん。ここは守備頭いないのか。今の天王山が手薄。伏兵に合図を。え、三成はこの戦なんで勝つ。道理か。そうさな。それではわしは勝つな。だがな、この戦わしは思いで勝つ。出なくば天下は続かんよ。道理ではなく思いで勝つですね。どこ行きゃいいんだ。この程度で誇れる奴らの気が知れぬな。今です。伏兵部隊前へ。あららら、光秀さんの伏兵部隊前へ。なんか
天王座に出てきた伏兵をまず倒さなきゃいけないみたいですね。向かいます。三成頑張ってね。お、ねね様に応援していただいた。それって具体的にはどういうことですか？そうね、もう素直に頑張りますでいいじゃん。本陣開門。お、本陣開門行ってくるか。お、加藤清正を天皇様で護衛せよ。あー、さっきの愚兵にまだ襲われてるからか。お、明智軍愚兵を撃破せよ。残りはあそこにいる二武将だけか。そしたらもう三つ切れかな。出参る。あ、ガードが甘いもんな。うわほいほいほい。おー、弱い武将だ。何気にやるのに柴田家じゃん。ほい柴田というのは柴田勝家が出てくるな。弱い敵将だった。弱い敵将だった。はい、あとは総大将だけかな。でもなんか清正を天皇様で護衛せよが光ったままなら自分が一緒についてってあげないとダメなんだ。はい、加藤清正は天皇座に到着で売れる。俺らの優位は確実だな。どんどん行くぜ。ミッション成功。はい、法人に来ました。この山崎に果てるわけにはいかない。みっちゃん、こっちもみっちゃんか。みっちゃん同士の戦い、負けるわけには参りません。痛い。ほいほいほい。明智光秀で倒したら次の相手は誰なんだろう。家康なのかな。はい、もうちょっとで終わりそうです。みっちゃん何もしてきません。無双すらしてきません。ただ通常攻撃にちょびちょび切ってくるだけ。弱い、弱すぎる。私の無力を定めなのか。こんなにも違うのか。弱い敵将だった。もしくは2になってから弱くなったか。あとは任せろ。信長様の号もおめえの思いもみんなわしが受け取ってつないでやるさ。今の発言、義が勝利するのは当然のことだ。秀吉もなんか分かってるような発言でしたね。光秀がなんか理由があってやったみたいな。あー、獲得勲功1320で C ランクでしたね。配給はレベル5にアップです。武器は1つ手に入れてるのか、いや2つ3つ手に入れてますね。最初のやつがイカ槌属性ついてて、負荷効果も3つついてていいんじゃないでしょうか。3つ目のやつは攻撃力が単純に29度高いな。お、レベルアップしたことで通常攻撃のアクションが2個増えました。四角四角、あ、そういえば罠やんの忘れてた。罠、ちょっと次の戦闘やろう。そして瞬速の儀がゲットスキル、新しいのかこれは。意地、ふらついたり気絶したりしにくくなる。一応買うだけじゃなくて戦闘終わった後もゲットできるんですね。これは神竜無双飛扬儀で発動する属性が強力になる。ほう、え、これは護衛武将か。何も上がらず。はい、では続けて静ヶ岳の戦いやっていきましょう。全部で3、4、5、6ステージあるんだ。前はね5ステージだったんですけど。山崎の戦いでは石田三成ら羽柴軍が勝利し、主君織田信長の敵を討った秀吉はその後継者として台頭をした。これに対し信長の妹お市は織田家を守るべく織田家重臣柴田勝家とともに秀吉に対抗。あ、そうなんだ。両者は静ヶ岳で合戦に及んだ。三成もまた霊利な三成を嫌う福島正則らも秀吉子飼いの若手武将として手柄を立てんと戦場にあった。織田軍と戦うんだ。時の流れに抗うとは干渉だな。第2話
静ヶ岳の戦い、すべてはリーダー。これはちょっと意外でしたね。僕もう明智光秀が織田軍っていうか織田信長をやっちゃってから豊臣軍と織田軍が戦うなんて一切頭になかった。面白いな。どうしよっかな。基本攻撃力を取るか、範囲4もあるんだから、まずこっちにしよう。犠牲イカズシ属性、あとはもうこれ勝手に装備されてるみたいですね。装備中って書いてあるんで。で護衛武将はちょっと藤林長門に変更してみます。手裏剣マークがついてるな。軍馬は相変わらずない。勝敗条件は柴田勝家の撃破ですね。松家さん、わしが信長様の意志を継ぐ。それを天下に示すんさ。三成も清正も正則もみんなわしの誇りじゃ。いい部下がいるね。この戦でわしにいいとこ見せてくれや。いざ今見せます。勝負、まず増えたアクションだ。戦で生きるのか。戦場にいるのか。当然だ。ライバル関係みたいなもんよ。ならばあの砦で貴様らより多く落としてみせよう。もう終わりか。話してる間に倒しちゃいました。弱い敵将だった。そう、罠を設置してみたいですね。あやかりたいものじゃ。罠 R1 と四角。できないんだけど。できないんですけど。 R1 と四角ただ攻撃になっちゃうんですよ。罠がよくわからん。特殊アクションどうした。長押しとか。動きなさい。むしろ敵がいないところじゃないと罠を設置できないところか。罠っていうだけあってね、敵の目の前じゃちょっと厳しい気もしますよ。この砦は俺が制圧したぞ。俺が制圧したぞ。義は秀吉にある。では義は、さあ義を見せよ。もう上杉君の直江兼継でしたっけが来ましたね。私はとりあえず砦を落とせばいいみたいです。あ、罠設置できました。発動。あ、外した。佐久間盛政、我が力いよや。いよや。引くしかないか。あらららら、ら怪我しちゃった味方が。佐久間殿に続き本陣を狙え。はい、あ、彼を倒す必要があると。本陣が破られたら戦は負けじゃ。早よ本陣を守らんと。よし、ちょっと待ってて、ここ落としたら行くから。はい、おりー。罠がやっぱり敵がいないとこじゃないとダメみたいですね。まあ、もしくは砦の中だとできないとか、そういう感じかな。何とぞ援軍を。今行く。年家と戦をしとうないな。出陣する前に話をつけんとな。お、年家とは戦いたくないと。てか結局まだ砦来ちゃいました。こう取れば正則と清正との戦いには勝ちになるんじゃないでしょうか。いや、もう一箇所取ってから行った方がいいのかな。もうちょうどスピードアップきた。硬いんだな。 HP が多いわけでもないな。よし、これで取りで全部光ってるとこ取ったでしょう。では左下向かいます。より多くの取り手の制圧に成功。今だ、年へ進め。あらー、年へ進めって出てきちゃったか。年へと戦わねばならんか。辛いの。じゃが年へを倒してでもわしゃ天下人になるんじゃ。年へと秀吉は仲が良かったのか。本当はこれは自分のやり方次第では仲間にできたんじゃないでしょうか。侮っていた三成風情にすら勝てぬとな。煽ってる。なき敵恐るるに足らず、一気に突き破れ。お、秀吉様の天下統一の将来は味方になってくれたか。いや違う、敵か。なんでだよ、全部敵になっちゃってるよ。年家もダメだし、金継ぐもダメだし、もう四面楚歌ですかこの戦い。何とぞ。しかし負けん。なんか BGM もねいい感じに切り替わってるし。さよなら佐久間さん。もう一人も、もっとやるじゃん。
くるー、ほらーカウントアウトゾーン、あれ外してる、終わった。さあ次なる指令をください。私の手は来ましたよ。左にまだでも敵がいるな。あ、俺がトシエか。いや違う、トシエではない、前だけではあるけど。いや、トシエもいた、一緒に電撃まとってる。やるやー、怖い。まずあれでも電撃浴びてる割には結構簡単に減ってってる気がする。ガードはうまいけど、ちょっと挟み撃ちはやめて。いやーやばい、まずはこっちからゴブ武将から倒す。弱い敵将だった。トシエもあとちょい、さよなら。金継ぐか、金継ぐを倒しに行きましょう。発見金継ぐ、いい馬乗ってるね。力を与えてくれる。そういえば爆弾なんですけど、もしかしたらあの左のなんか赤いゲージかな、あれが溜まったら置けるのかもしれません。やばい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 、結構強い。おー、ちょっと回復取ってくるか。はい、回復取ったんで再戦です。ガードが硬いな、金継ぐさん。いやー、くらえー、 HP の減りも遅い。嘘、いやー、倒したー、強かったけど普通でこの強さか、難しいだったら相当やばいな、初期の設定だと。もう終わりか。弱い敵将だ。いや強かったよ水谷さん、彼だけは別格だった。あやかりたいものじゃ。豪気撲滅、陣に尽くすというわけか。金継ぐ撤退、強国に戻り、上杉は秀吉と同盟を尽くしている。おお、お前とはまた会いたいもんね。死ぬなよ。なりさんと金継は仲いいのか。お前田刑事だ、これは怖い。天下蒙面の歌舞伎の前田刑事だ。本田忠勝やってる時えらい目に遭いましたからね、こいつ相手に。でも左下のね、あのゲージはあれ経験値っぽいですよね。あ、今できた。これはまた別のゲージかな。さあ来い、会計士さん来い。この爆破したいけどタイミングがここだ。当たったの今の。当たってるように見えねえな。よし、ケージもこれで終わるか。いや、まだ終わんないな。しかし後ろから攻撃、おっと護衛が吹っ飛ばしちゃった。ふいふい、オッケー。いや全然弱くはなかったよ。これでいや、まだ撤退か。なかなかやるね。今後も出てくる可能性ありか。まあもらった。あと、あ、これ違う、こっちが前田刑事の馬だ。早い早い、素晴らしい。全国の中でこの馬が一番確か足速いんですよね。お主が我が末子の敵のようじゃな。おお、松家も最後だと分かってますね。ここで戦うのも定めですね。ドイツはもう浅井軍が滅んでるから織田家に戻ってきたって感じなのか。おお、つばぜり合い。誰だ、おいしさー、切ないなー、なんか見た目がめっちゃ可愛いキャラで作られてるから生かしてあげたい感じしますよね。でもさすがに織田家の人間をね、成長させることは秀吉的にはできないんでしょうね。でもなんか織田家の主君のね、妹ですからね、なんとかしてこう助けてあげたい気持ちは秀吉もありそうですよ。
あくまでこれ無双の中の話ですけど、現実は知らんすけど。よし、お市撃破でーす。耐えるならばそれも。あ、刑事は撤退したけど、お市はやっぱここで終了のようです。アクリエさん、つえラスボス、このステージのラスボス、カツエさん。おりゃー、パネルも来てる。爆弾設置できました。ファイヤー来たー、カツエ当たった。今見えた当たる瞬間が。へい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 、もう終わる、終わったー。あのお方のため死ぬるなら本望よ。これはオイチのことかな。オイチ先にやっちゃったけど、弱い敵将だった。いや、頑張ってた、強かったよ。義が勝利するのは当然のことだ。当然のことだ。石田三成勝利。一応勝利なんですけど、ちょっと切ないですね。やっぱりもともと使えてた織田軍ですからね。獲得勲功 B です。あー、体力プラス9か。まあ最初の武器と交換と思ったらまだ手に入るんだな。結構枠があるんだな、これすごいな。で、あ、チャージ攻撃が成長しましたね。いきなり三角三角と四角三角三角のところか。罠を設置するもなんか2段階になってますね。2個置けるってことか。で、いいですね、どんどんアクションが増えていく。魔術が上昇、瞬発力が上昇。お、なんだこれ、霊言。能力アップアイテムの効果時間を増加する。あ、いいねいいね。おお、護衛武将もレベル上がりました。金がちょっと溜まってきた気がするんで、お馬さんでも買いましょうか。ぜひ見ていってください。3750も溜まってんじゃん。パワー、ノーマル、パワー、スピードって書いてますね。いや、スピードでしょ。馬は速さしか今のところは求めてない。よし、買いました。あとは、あー、増えてるな。鉄砲とか数珠かな。これミコさんとかいますよ。池田いとこさん。なんかやっぱり戦国はね、日本人の名前だから、なんか不思議な感覚だな。面白いな。なんか忍びの人はすでにいた気がするから、ミコさん雇おうかな。オッケー。まあ全員使い切る前に終わりそうですけど、技能とかね、なんか意図的に自分で欲しいものがあったらここで買うのもありみたいですけど、そうだな、無双ゲージが溜まりやすくなる、良くないですか。これ買いましょう。ボンボスに応じ与えるダメージが増加も悪くないけど、あ、チャージ攻撃に属性がつく、これ絶対必要でしょ。無双最小義で発動する属性が強力になる。ここら辺もね、それないよりはあった方がいいけど。何これ、体力ゲージが成長しやすくなるとか、そんなのあるんだ。これつけちゃうとちょっと余裕に、さらに余裕になっちゃいそうだから、やめようかな、成長類は。そうだな、攻撃力が上昇するとか、まあ、基本値がね上がるのがやっぱいいかな。いや、でも戦闘にするか。こっち、いや、最終奥義強くしとこうかな。よし、これで OK。 たくさんのお買い上げありがとうございました。またお越しください。いきまーす。はい、ということでね、今回は山崎の戦い、静ヶ岳の戦いが終わったところでやめたいと思います。いや、普通レベルでも余裕かと思ってたら、ステージ2ではちょっと危ない場面が数回ありましたね。ちょっと3ステージ目もね、油断してやられないように気をつけて頑張っていきます。最後に良ければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いつなり天下を取るぞ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。